ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、その大量のチョコ、どうしたんだ？バレンタインでもないのに。ああ、これはね、ご近所さんがセールだからって、張り切って買いすぎちゃったチョコの、お裾分けよ。そういうことだったのか。バレンタインでもないのに、こんなにもチョコが食べられるなんて、幸せだわ。はあ、もっとバレンタインデーとか、ホワイトデーみたいな日が、たくさんあれば良いのに。ブラックデーっていうのがあるぞ。え？ほんと？あ、ごめん、バレンタインデーやホワイトデーとは、ちょっと訳が違うから、やっぱり忘れてくれ。ちょっと期待させておいて、ひどいじゃない。それにブラックデーって何なのか、気になるし。まあ、なかなかユニークな日ではあるから、雑学として聞くには、笑えて面白いと思うぞ。ますます気になるわ。じゃあ今日は、思わず笑っちゃう面白い雑学10選を、解説していくことにするぜ。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。じゃあまず一つ目は、ブラックデーについてだな。ブラックデーは韓国の習慣で、一言で言うと、バレンタインデーに縁のなかった人たちを、癒す記念日だぜ。確かにそれは面白いわね。でも、当事者になったら悲しいような。確かにな。ブラックデーには、バレンタインデーやホワイトデーで、贈り物を受け取れなかった人や、恋人ができなかった人が黒い服を着て集まって、ジャジャンミョンっていう、黒いあんが特徴のジャージャー麺を食べるんだぜ。黒い服を着るだけじゃなくて、食べ物もちゃんと黒なのね。わかりやすく、ブラックだわ。ちなみにブラックデーは、バレンタインデーの1ヶ月後の、3月14日であるホワイトデーの、さらに1ヶ月後の4月14日だぜ。さて、2つ目の雑学の解説といくか。次はベートーベンについての雑学だ。ベートーベンに、そんな笑っちゃうようなエピソードがあるの？ベートーベンは1770年生まれだけど、1772年に生まれたと信じ込んでたらしいぜ。どうやったら、2年もずれるのよ？そこが驚くポイントで、思わず笑っちゃうポイントなんだよ。その理由は、二通りの説があるんだけど、一つ目は、ベートーベンを神童に仕立てるために、父親が意図的に偽ったって説だぜ。何それ、随分とずるいことを考えたわね。二つ目は、実は自分は隠し子のような存在で、誕生の事実が隠されていると考えていた、って説だぜ。二つ目の理由だと、ベートーベンの勝手な想像ってことになるわよね。まあ、そういうことだな。しかもこの思い込みはかなり強くて、友人に洗礼証の写しを何度見せられても、癌として認めようとしなかったほどらしいぜ。どうしたらそうなっちゃうのよ。そこまでされても、自分の思い込みの方を信じるなんてね。まあそこまでされて、逆に引っ込みがつかなくなったのかもな。さて、三つ目は電気ウナギについての雑学だ。電気ウナギは自分の電気で感電するんだぜ。え、なんて間抜けなの。どうしてそんなことになっちゃうのよ。まずは電気ウナギの生態について、少し解説するぜ。電気ウナギは、例えるなら移動式の発電所だ。体の後ろの部分の4分の3に、発電するための電気細胞がぎっしりと詰まった、発電機関っていう機関を持っているんだ。そんなに電気が詰まってるなんて、確かに発電所って感じね。この発電所の内部で、電気細胞一つ一つが発電する電圧は、0.15V 程度のわずかなものだ。ただ、数千個もの細胞が一斉に発電することによって、600から 800V 電流 1A にも達する強力な電気を発生させることができるんだ。600から 800V 電流 1A って、どのくらいの威力なの？他のものに例えるのはちょっと難しいけど、人は 100V でも感電死することがあるから、その6から8倍の威力と考えてくれたら、あ、思ってたよりすごい威力だわ。電気ウナギは放電するときに、運動神経を刺激して、前方から後方へと、機関の中軸に電気を流すんだ。その時の電圧は、電気ウナギの場合には 800V で、周囲の水には 500V の電気が伝わる。うわ、絶対に近づきたくないやつだわ。さっきの説明で分かってもらえたと思うけど、これはかなりの高電圧だから、電気ウナギ自身も感電して、体がビクビクと痙攣することがあるらしい。なるほど。それなら納得なのかしら。まあでもさすがに、感電死は避けられる仕組みになっているぜ。へえ、そうなの？体内には電気細胞の他に、電気抵抗の高い脂肪もたっぷりあって、これが自らが放った電気が水を伝わって、自分自身に跳ね返ってきた時の、絶縁体として働くんだ。じゃあつまり電気ウナギは、自分の脂肪で、自らの脂肪を防いでいるのね。うまい。無理してるのが丸わかりよ。さて、気を取り直して。四つ目の雑学は、カモシカの足は、実は太いだぜ。え？カモシカのような足って、スラッと細くて綺麗な足っていう、褒め言葉で使うわよ。そうだよな。でもカモシカは、山の中で、この葉や果実なんかを、餌にして生活しているんだ。だから餌を探すために、山の斜面を歩き回らないといけない。
そうなると、足は太くて丈夫な必要があるんだよ。なるほど。カモシカの足が太い理由は、よくわかったわ。でもなんで、麻薬の意味で定着しちゃったのかしら？それは、カモシカが霊羊って動物と、勘違いされたからなんだ。霊羊？霊羊とカモシカは、漢字で書くと同じ字になるんだ。昔の人は、実際の霊羊がどんな動物かを知らなかったから、カモシカを見た時に、これが霊羊かって、勘違いしたんだぜ。大変な勘違いをしてくれたわね。じゃあ肝心の霊羊は、足が細いのね。ああ、霊羊の足は細いぜ。じゃあ今度から、足の細い人を褒めるときは、霊羊のような足って言った方が良いわね。それはそれで、わかりにくいような。まあいいか。さて、5つ目の雑学は、徳川綱吉についてだぜ。しかも、これも動物が関係ある話だ。動物が関係あるのね、楽しみ。徳川綱吉は、カラスを流罪にしたことがあるんだぜ。流罪って、島流しのことよね。え、どうしてカラスを島流しに？生類憐れみの霊って、知ってるか？動物の命を大切にしよう、みたいな法律でしょ？あ、そういえば生類憐れみの霊を作ったのって、徳川綱吉だっけ？その通りだぜ。綱吉はある時、頭の上にカラスに糞を落とされたんだ。それで綱吉はカラスに激怒したんだけど、自分が作った生類憐れみの霊のせいで、死刑にはできなかったんだ。ちょっと待って、その決まりがなければ、カラスを死刑にしてたってこと？まあ、そうなっていただろうな。死刑にはできないから、せめて罰を与えようと思って、島流しにしたってわけだ。綱吉って、結構心が狭いのね。イメージ変わっちゃったわ。次の解説に行くぜ。6個目の雑学は、コアラについてだ。コアラの指紋は、人間の指紋に似ているんだぜ。へえ、そうなんだ。あれ？へえとは思ったけど、正直笑える要素はないわよ。この雑学には、ちょっと続きがあるんだぜ。なになに？気になるわ。コアラと人間の指紋はあまりにも似ているから、専門家に言わせれば、間違えることもあるって言うんだ。それで、念のため警察は知っておいても良いって、結論付けたんだぜ。警察も舐められたものね。コアラが殺人現場にいるわけないもの。まあもちろん、ジョークではあるだろうけど、そう言いたくなるくらい似てるってことだな。この情報を聞いて、海外の掲示板には、無実のコアラが刑務所に何年も入れられるんだ。なんてコメントが寄せられて、盛り上がったみたいだぜ。その大喜利は、ちょっと参加したいかも。あ、大喜利って言っちゃった。よし、気を取り直して7個目の雑学だ。ここまで動物に関係のある雑学が続いてたけど、ガラッと変えて、今度は日本についてだぜ。日本って、昔からたくさんの呼び名があるだろ？そうね。日本と日本で、読み方が違うし、大和とかもあるわよね。あ、あと、黄金の国ジパングとか。おお、よく知ってるじゃないか。そんな日本の呼び名についての雑学だけど、昔、ワクワクと呼ばれていたことがあるんだぜ。ワクワク？それは面白い響きね。それに、ちょっと可愛いし。でも、何に由来しているのかしら？日本が、和国って呼ばれていたのは知ってるか？あ、それも聞いたことがあるわ。この和国がなまって、ワクワクになったみたいだぜ。なるほど、それは納得の由来ね。その昔、遣唐使が日本の陸奥の砂金を、中国へ持ち込んだのがきっかけで、中国と取引をしていたムスリム商人の間で、中国の東方にワクワクという、黄金島があるっていう、伝説が生まれたらしいぜ。黄金のあるワクワク島って、意味がちょっと噛み合ってるのも、面白いわね。次に8個目の雑学は、江戸時代の話だぜ。江戸時代の大名行列には、桜のアルバイトがいたんだぜ。江戸時代に、桜の概念があったの？びっくりだよな。江戸時代の大名は、参勤交代制度によって、1年おきに国元と江戸を行き来することが義務付けられていて、大名たちは、武士としての体面を保つために、莫大なお金を投入して、鍵な行列を組んでいたらしい。へえ、そうなのね。でもそんな大名行列に、桜を使っていたの？そうなんだよ。見えないところでは経費節約をするために、江戸を練り歩いた大名行列の半数以上は、渡り者と呼ばれるアルバイトだったらしい。あ、しかもアルバイトって扱いなのね。ああ、江戸周辺の街道に常駐していた渡り者を、宿場から江戸までの道のりだけアルバイトとして雇い入れて、行列が終わると解散させていたそうだぜ。結構ケチなことしてたのね。まあそこまでしたら、見栄えは良かったんだろうけど。そうだな。さて、9個目の雑学は、日本花子についてだ。日本花子さん？って、誰？なんか、書類を書くときの日本みたいな名前ね。霊夢、正解だぜ。今回紹介する日本花子は、日本の運転免許証の見本になってる人物だぜ。あら、合ってたのね。でも、その見本の人物の雑学って、一体何？この日本花子は、最強の設定なんだぜ。初代日本花子は、昭和60年6月1日生まれで、
当時の全資格である14種類を保持していたんだ。全資格保持って、それは最強ね。現在の日本花子は12種類の免許を保有している設定で、大型や中型はもちろん、牽引2種免許っていうレアな免許も持ってるぜ。大型や中型はもちろん、じゃないのよ。それで、牽引2種免許っていうのは、どんな車を運転できる免許なの？牽引2種免許は、満21歳以上で取得できる免許で、運転できる車は、トラクターに客車をつないだトレーラーバスだぜ。このトレーラーバスは、ほとんど見かけることがなくて、レアな車と言えるぜ。運転できる車がレアだから、免許もレアってことなのね。日本花子さん、恐るべし。さて、いよいよ最後の雑学だぜ。10個目に紹介する雑学は、ニュース番組で映る押収品についてだ。あーあれって、すっごく綺麗に並べられてるわよね。なんであんな風に綺麗に並べられてるか、気にならないか？気になる、すっごく気になるわ。これには、大きく2つの理由があるぜ。まず1つ目の理由は、マスコミへの配慮だぜ。警察側は、マスコミに押収品を撮影させる機会を設けているらしい。その時に綺麗に並んでいると、いい写真が撮れるだろ？なるほど、そういう理由だったのね。それに、綺麗に並んだ押収品の写真が撮れたら、事件について広く、ニュース番組で取り上げてもらうことができるんだ。これが二つ目の理由だな。要するに、犯罪を抑止する目的だ。それはとても重要な理由ね。実際、綺麗に並べられた押収品の画像や映像は、多くの人の記憶に残るぜ。そうね。私も前に見た、自転車のサドルの窃盗事件について、よく覚えているわ。大量のサドルが展示品みたいに並んでて、シュールだったわよ。ああ、あれはすごかったな。あと、下着の窃盗事件に至っては、盗難品をきれいに並べることで犯人に恥をかかせて、これまた犯罪の抑止につながっているぜ。確かに、かなり恥ずかしいでしょうね。さて、今日の解説はここまでだぜ。思わず笑っちゃう雑学ばっかりで、とても面白かったわ。それに、勉強になるような雑学もあったし、それは良かったぜ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。